はい、一発合格テレビの岡です。今回のテーマはこちら、どっちがお得、老齢年金の繰り上げ繰り下げ、こういったテーマでお送りしていきたいと思います。かなり気になりますよね。みんなもらえる老齢年金、これ実際繰り上げた方が得なのか繰り下げた方が得なのか、年金定期便なんかが送られてきますからね、だいたいイメージはわかるかもしれませんが、この繰り上げ繰り下げ、手計算でもいくらぐらいになるかって計算ができるんですね。まあそういったお話していきたいと思いますし、あとですね、一つ注意点がありますから、その辺もですね、最後にね、お話をしていきたいと思います。それでは、始めていきますよ。はい、そうですね。本来ですね、国民年金の老後の年金のことを老齢基礎年金、厚生年金の老後の年金のことを老齢厚生年金と言いまして、これはどちらも原則65歳から支給されることになります。で、この老齢年金2つとも、早く受給することを繰り上げ、繰り上げは請求という言い方をします。これに対して、65歳いりません。それより遅くていいです。これを繰り下げ、繰り下げは申し出、法律的には言います。で、老齢基礎年金、まあ通常老基と言いますけど、あと老齢厚生年金老厚、これどちらも同じですね、今回繰り上げ繰り下げできるようになりますから、ね、まあ、その辺をお話をしていきます。ただし老齢厚生年金によっては65歳以降の老齢厚生年金の話だというふうに限ってくださいね。65歳未満の特別支給の老齢厚生年金になるとまた少しね、ちょっと複雑な問題も出てきますからね、今回はお話はしないことにします。はい、まず繰り上げということですね。老齢基礎年金も老齢厚生年金も最短で、ね、ここにある通り60歳から請求することが可能です。で、この場合ですね、老齢基礎年金と老齢厚生年金65歳から一緒にもらえる人が多いんですけど、繰り上げ請求も必ずこれ一緒に請求しないといけない、こういったルールがありますので、ぜひ知っておいてくださいね。条件的にはですね、まあ、単純で、一つ目はですね、例えば60歳で繰り上げ請求するんだったら、これね、老齢基礎年金も老齢厚生年金もですね、いわゆる受給資格期間、これは具体的に言うと、保険料納付済期間とか、保険料免除期間、そういったもので最低10年以上必要なので、60歳から請求する人は60歳の時点でそれを満たしてないといけませんよ、という条件があります。あとは国民年金の任意加入被保険者でないこと、これも重要な条件なのでぜひ覚えておいてくださいね。国民年金の任意加入被保険者さんっていうのは原則65歳まで加入できますけどね。しかしもう老齢基礎年金の繰り上げ請求したら国民年金の任意加入被保険者さんにはなれませんし、任意加入者の人は繰り上げ請求できない、これ二者択一なんですね。これもぜひ知っておいてください。ここのところは以上です。はい、気になるところですよね。繰り上げ請求をしたら、これですね、一月単位で繰り上げ請求することができます。例えばですね、私は65歳からではなくて24ヶ月繰り上げたいとかですね、36月繰り上げたいとかね、自由にできるんです、一月単位で。これは老齢基礎年金も老齢厚生年金も同じです。で、減額率も全く一緒で、一月あたり1000分の4だけ、まあ 0.4% ということですね。これだけ本来よりも減額されるというルールということになりますね。すなわち、例えば60歳から受給すると、本来65歳から受給するのに比べて5年早く繰り上げることになりますよね。これは月数でいうと60月ということになりますから、具体的にはですね、1000分の 4×60 月、つまり 0.24、つまり 24% 減額をされる。言い方を変えると、65歳でもらえる年金額のですね、76% 相当で60歳からもらうということになります。ですからこれね、年金定期便にはですね、65歳からもらえる年金額書いてあると思いますから、60歳から繰り上げる人は、ね、76% 相当額ぐらいで60歳からもらえるんだなと思ってください。これは注意してほしいのは、65歳になっても戻りませんからね。その 76% 相当額が一生ずっとね、同じ額と
ということになりますからね。これ繰り上げ請求してね、65歳で元に年金額戻ったら誰でも請求すると思いますけど、 76% 相当額でずっと支給されるということになりますね。知っておいてください。はい、今度は繰り下げについてですね。これも基本的に老齢基礎年金と老齢厚生年金同じでですね、ちょっと法律改正されまして、75歳まで繰り下げられるようになりました。つまり75歳からもらい始めますよ、まあ、そういうこともできるんですね。で、繰り下げの場合は、ね、これ繰り上げと違ってですね、老齢基礎年金、老齢厚生年金、これ別々に繰り下げの申し出ができます。例えばね、老齢基礎年金はもらうけど、老齢厚生年金だけ繰り下げれば大丈夫です。老齢厚生年金もらいながら老齢基礎年金だけ繰り下げる、こういったことも可能になりますので知っておいてくださいね。で、繰り下げはですね、厚生年金言い方が違いますけど、まあ基本的に65歳から受給権得る人は66歳以降に一月単位で繰り下げることができます。ですから例えば75歳から受給するということになると、本来65歳から受給するのに比べて10年繰り下げることになりますよね。月数に直すと120月ということになりますから、1000分の7×120月は 0.84、 つまり65歳からもらえる年金額と比べて 84% 増額される。まあ言い方変えると 184% 相当で、まあこれ一生もらうということになります。ぜひ知っておいてくださいね。ここもですね、手計算でですね、例えば自分は70歳から受給しようと思うということであればですね、1000分の7×60ですから、これ42% 増額、そういったもので計算ができるようになりますので、これもぜひ知っておいてください。はい、それではね、一番気になるところですよね。まず最初にお断りしたいのはですね、今日お話しした内容、これ最新の法律改正ということになりますが、これはですね、例えば今から繰り上げ請求を考える人、今から繰り下げをする人が対象というふうに考えてくださいね。特に繰り下げについてはですね、いろいろな条件もありますけどね、まあ、その辺は今回は割愛していますから、単純なね、これからの話というふうな形でご理解ください。で、この繰り上げ、簡単に言うと1月あたり 0.4% 減額される、繰り下げだと1月あたり 0.7% 増額されることになるわけですね。どっちが得か、これ計算しようと思ったらできるわけですけど、ただ重要なのはここにも書いてある通りですね、公的年金っていうのは死ぬまで支給されるわけですから、その周期が決まってないとね、最終的な計算はできないということになるということなんですね。ですからね、まあ言うなればですね、ちょっと早くね、自分はね、亡くなってしまうかなと思う人はですね、繰り上げ請求した方が得なのかもしれませんしね、自分は100歳でも120歳でも生きるぞっていう方は繰り下げた方がお得ということもあるかもしれませんがね、死亡するまで支給されるというところでですね、具体的な計算というのは難しいですけど、まあその辺をね、ご自身で決めてもらってですね、予定でね、で計算するっていうことは可能です。ぜひやってみていただければと思います。ただ注意しておいてほしいところが1点あるんですね。その下に書いてあることです。これ老齢厚生年金なんですけど、下級年金額、これ65歳未満の配偶者とか、原則高校卒業するまでのお子さんがいてると、プラスでこれ年金つく場合があります。これはあの条件がもちろんありますけどね。あとは老齢基礎年金でいうと、振替加算という加算が加算されるような人、これももちろん条件があります。こういう人はですね、繰り上げ請求しても何ら影響は受けないんです、ね、早くもやっても、ね、しかし遅くもらう、例えば70歳でもらうとかね、まあ、そういう感じで遅く繰り下げるとですね、これは下級年金額も振替加算も、その実際に繰り下げたところからしかつかない。しかもこれらはですね、増額されないんです。ということは、下級年金とか振替加算が加算されるような人は、繰り下げると私は損をすることもあるんじゃないかなっていうふうに思いますから、まあ、その辺もですね、ちょっと注意のね、大きなポイントだというのはね、ぜひ知っておいていただければと思います。今回はですね、老齢年金の繰り上げ繰り下げについてちょっとお話をしていきましたが、これからもですね、この教えて年金ゼミね、年金のね、具体的な問題テーマに分けてお話をしていきたいと思います。今回は以上です。